く名古屋です。0番線に到着、お出口は右側です。日本語が出ません。おはようございます。朝9時前ですね、名古屋駅にやってきました。これからですね、2泊3日で長野に旅行に、初めてなんですけども行くことになりましたので、まあその様子をちょっと動画に収めてみようかなと思いまして、今カメラを回しております。これからですね、まあ初めて乗るんですけども、383系電車ですね。特急信濃5号ですね。長野行きです。今回ですね、この特急信濃ご自慢のですね、パノラマグリーン、グリーン車の一番前の席をですね、ゲットすることができたので、まあそれに乗って長野まで行きます。自由席は後ろ寄りの2両7号車と8号車、指定席は1号車から6号車、グリーン車は1号車です。車内は禁煙です。お手洗いは1号車、3号車、5号車、7号車の後ろ寄りにございます。靴物入れは各車両のデッキにございます。この列車では車内販売の営業をいたしておりません。あらかじめご了承ください。お客様にお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。なお通話はデッキでお願いいたします。駅および車内での危険物の持ち込みは禁止されております。車内で不審なものや行為にお気づきの場合や、迷惑行為を受けたり見かけられた時は、車掌または駅係員までお知らせください。また緊急を要する場合には、車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して、乗務員までお知らせください。なお、非常ボタンを押しますと、列車は急停車をいたします。ご注意ください。続いて、停車駅と到着時刻についてご案内いたします。次は、千種に止まります。9時6分の到着です。その先、多治見、9時23分。中津川9時50分、人福島10時25分、塩尻10時54分、松本11時5分、篠ノ井11時49分、終点長野には11時59分の到着です。この列車担当いたします乗務員、JR 東海運転士車掌です。途中塩尻までご案内いたします。次は千種に停まります。列車は構造寺を出まして、現在岐阜との境目ですね、愛知と岐阜との県境に向かって走っているところです。まあということもありましてね、景色も結構山っぽく、山の深いところに入ってきております。さあ名古屋からですね、中央本線をひたすら走っておりますが、このレールの線形いいですよね。列車も結構順調にというか快調に走ってきております。長野に入ってからですね、単線区間が、時折まあ出てきますけども、まあちょっとその辺もまた、見どころの一つですね。まあ岐阜のね、この県境の、山深いところですけども、
最新車両ですね、315系電車も、走っているのがこの辺では見れます。こちらの383系なんですけども、制御付き自然振り子方式というものを採用しておりまして、まあ、言ってしまえばカーブに差し掛かったら、この車体をね傾けてですね、まあ、スピードを出しやすくしたりとか、まあ、乗り心地を良くしたり、するようなシステムとなっております。中津川を出まして長野県に入ってきております。こちらまだね伏線区間でして、実は反対側の、線路がちょっと遠くの方にあるんですけども、もう間もなくすると単線区間に入っていきます。左手に見えるのが木曽川でして、まあ本当にねこの山とこの川の間を本当に縫うようにして、この中央本線走ってます。なかなかね険しいとこですよね。でご覧のようにこのロックシェッドみたいな、スノーシェッドかな、ちょっとわからないんですけど、はい、こういうのもありまして、なかなか険しい、55キロ制限も受けましたね今ね。列車は塩尻に到着です。中央本線なんですけども、ここを境に西側名古屋方面を中央西線、ここから先東側東京方面を中央東線と、分けることに、まあこれはねJR の、 管轄の関係もあるんですけども、まあ、区別することがあります。ここからですね、篠ノ井線という、路線に入りまして、松本長野方面を目指していきます。まあ、JR 東海から JR 東日本へとバトンタッチです。ご乗車ありがとうございます。特急しなの本郷長野行きです。次は松本です。ご乗車ありがとうございます。特急しなの5号長野行きです。担当車掌を交代いたしまして、 JR 東日本長野総合運輸局です。終点長野までご案内いたします。よろしくお願いいたします。塩尻から松本は結構ね距離が近くて、まっすぐ着きます。
まあ、松本にはですねこの旅の後半で行くことになります。さあホームの向かい側にはですね E353 系電車特急あずさ新宿行きが停車しております。僕ね勘違いしてたんですけどちょっと前までね特急あずさって長野まで行くと思ってたんですけど松本で折り返しなんですね。まだね一度も乗ったことないんでねいつかは乗ってみたい車両の一つですね。今川見えてますけどこれあずさ川と奈良井川が合流多分したところですね。西川と名前が変わっております。ここからですね、長野市あたりで千曲川と合流することになります。列車は赤品で運転停車ですね。篠ノ井線はですね松本と長野の一部を除くともほぼ単線ですね。なので、列車の行き違い等で駅に、停車することがあります。行き違いのため停車しております。少々お待ちください。赤品から先はですね結構険しい山間部を走っていきます。なのでねトンネルでぶち抜いているんですけどもこのねトンネルの構造なんか将来伏線にできるような感じですよね。あの伊勢鉄道線も確かこういった構造で半分空いてるっていう感じでしたよね。さあこちらでも、運転停車でして、反対から来る特急信濃と行き違いを行います。さあ右手にはですね善光寺平ほどですね長野盆地が、広がっております。この辺はですね日本三大車窓と言いまして、まあ、そのうちの一つのおばすての駅が、近くにあります。これもねまた、旅の後半の方で、行く予定でございます。このね画面前方ちょっと左にずれたところにちょっと上りがあるんですけどもその先におバス停駅があります。まあ、ここはねスイッチバックコードでまあまあ鉄道のファンのね間では有名な、駅の一つなんですけどもはい特急はここはね、もう素通りしていきます。全く駅には入りません。この今上に見えてるところですね。さあ右手にはですね長野新幹線じゃなくて北陸新幹線が、くっついてきております。もうねこれが見えてきましたら間もなく長野に到着です。ご乗車ありがとうございました。間もなく終点長野です。新幹線 EM 線はお乗り換えです。 We will arrive at Nagano Terminal in a few minutes. Passengers going to the Shinkansen and Iyama line, please change trains here at Nagano. Thank you. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の長野に到着いたします。7番線に到着、お出口は左側です。本日も特急信濃号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。 Thank you for using the Limited Express 信濃号 That was this time we open。 名古屋から約3時間ですね、長野に到着です。まあ、ここでね、もうお昼だったんで、お蕎麦、美味しいお蕎麦を食べまして、はい、
この動画は、ここまでとさせていただきます。またね、続編多分あげると思うんで、またそちらもチェックしていただければ幸いです。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。